せて乙女の心意気。本能寺の兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、来るはこの信長に背き切れるか見定めよう。何としても守りきるのです。旦那復讐劇は手伝いに来たのよ。来るなって言ったろう。そうはいかないの。あの子の不幸を見つけたいかな。お身を固定しろ。速やかに二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。簡単なく増援を派遣せよ。さすやってみせる。父上は準備を整えられる。解剖信忠さんが信長に恩恵を送ってるみたい。先に信忠さんを撃てば。今日を脱出し援軍を呼んでまいれ。開門。任せといて。強くなる。援軍を呼ばれてもまずい。彼らを逃してはなりません。本能寺へ増援を送れ。父上は何としてもお守りせよ。
詰めてやるぜ。信長、我こそは織田信長が嫡男信忠、謀反人どもここで成敗してくれる。討ち取るのです。信長様のもとには行かせません。忍びどもが、あの女を撃って座教よ。結局あたしでしょ。どうする、孫一、女を見つけ信長を撃つか。敵に兵力が残ってる。どうすると本陣が危ないね。覚悟して。結局復讐より勝ちを選んじゃって。
ゃねえ。負けられない。俺は天下の色男だ。俺はヒートだ。あいつはならばここで守りきるしかねえ。私を撃たないと先には進めない。それでもあの人の元に行くという。信長様の忍びに襲われているようです。信長様の抱える忍びは数多く屈強、完全に追い払うこと。じゃあさっさと信長を片付けましょう。こっちに逃げてこないのよ、バカ。俺は嫌なんだよ、女が死ぬのを見るのはな。しまったか。なんであの人はあんなに必死に。まさか。